今日サプライヤーのところに行って、リーのブレモールド。これはですね、309ということは308口径の230グレイン 5R っていうのが、オディーブだから何つうんだろう、これ玉の先の形を表すやつなんだけど、 5R っていうやつを買ってきました。これはですね、こうやって見るとよくわかるように、ボートテールのみでガスチェックはつきません。これはですね、亜音速のみしか使えない弾を作るやつで、亜音速で打つというのは大体というかほとんどが300AAC ブラックアウトのみといった方がいい弾を作る弾です。弾を作る弾じゃなくてモールドです。先ほど出してこんな感じ、新品、ピッカピカの新品。 あれ、これは、なんだかテープか、テープしてんだな、剥がさなきゃいけない。テープを剥がして、よいしょ、テープを剥がして、新品。もうこれ以上買わないと思ったモールドがまた一つ増えました。と、人に言われました。こんな感じで、よいしょ。あれ、開かないか。これ開かないじゃん。こっちか。開かないじゃん。よいしょ。こんな形のやつです。これは知る人ぞ知る友達のブログ見ながらこういうの書いてます。こういうのじゃなくてビデオ撮ってます。これのね、味噌はというと先が尖ってるタイプ。これがですね、 AAC ブラックアウト打つの時に先が尖ってないと薬室に弾が入りにくい、弾先、弾弾頭の先が入りにくいからです。これはダブルキャビティってやつ、2つだけね。まあそんなにバリバリ打ちたいんだけど、これしかないんで、これだと数たくさん打てていいね。安いですよ。多分は音速なので、そしてあれ、記憶にないな、自分の重心がね、もしかしてたらポリゴナルかもしれないんで、ポリゴナルだと鉛のね、柔らかいのは無理なんで、硬いの打たなきゃいけないけれども、もし普通の溝のランダングルーブってタイプだったら柔らかい鉛でも打てます。まあ結構ね、硬い鉛が作ることができるように、結構な量の、アンチモニーの、アンチモニー、アンチモンかのたくさん入った鉛を持ってるので、それでこれを作りましょう。そしてバリバリ打ちましょうという感じですね。はい、以上。